令和新選組代表山本太郎です。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はですね、皆さんからご質問をいただいて山本がお答えすると、まあ、もう全国どこでもやってることの、福島バージョン、しかも室内バージョンということでやらせていただきたいと思います。で今日、マスコミの方も来ていただいているということなんですけれども、質問は特にないと。 あるんですか。 あるんや。すいません。じゃあ、そちらの方からどうぞ。皆さんにマイクをお渡しする前に、まずはマスコミの方から、でマスコミの方からご質問いただいた後に皆さんにマイクを回していくという段取りでやっていきたいと思います。ああそうか、お疲れ様です。ありがとう、はい、ありがとうございます。じゃあ、どうぞ。フリーランスの白坂と申します。今日はよろしくお願いします。2回目のおしゃべり会お疲れ様です。で僕は2点質問させてください。で1点目は汚染水の海洋放出に関してです。6月20日に福島県福島市で汚染水の放出に反対する集会とデモ行進が行われました。でこれは県民の関心の高さもさることなら、さることながら、海外のメディアも結構多数来ていたんですね。でところが実際汚染水に関しては施設がもう試運転の段階に入っておりますし、今日の新聞を見ても、規制委員会の検査を受けるというような記事も出ております。でそこで質問なんですけども、汚染水に処理を止めることに関して、実際の汚染水はもう来月にでも、放出されてしまうのでしょうか。そして我々市民はこれを止めることはもうできないのでしょうか。山本代表の考えをお聞かせください。あともう一点なんですけども、6月8日 の参院法務委員会の件です。この時は強行採決を阻止しようとして山本代表が暴力を振るったことになりました。で僕は SNS を通じて山本代表は暴力は振るっていないと発信を続けていたんですけども、自民党の若林洋平と永井学リオ参議院議員は怪我をしたことになっているんですね。ところが主要各紙いろいろ調べても診断書が出ている気配が全くないんですよ。で6月8日以降彼らの診断書に関しては記事がありませんし、今日調べてみても主要紙のウェブサイトではこの診断書が全く診断書に関する記事が全然出ていないと。で彼らは本当に怪我をしたのか、そして診断書は本当に出ていたのでしょうか。もしこれについて山本代表が何か知っていることがあれば、教えてください。私から以上です。ありがとうございます。2点、ご質問がありました。汚染水海洋放出、そしてもう一つは、強行採決暴力というものに対して。で、ここ誰が電気消してくれるのかな。ありがとうございます。ちょっと見てもらいながらの方がいいかなと思いまして、いいよ、これぐらいだったら。ありがとうございます。いい販売だと思います。で、国会の中で肉弾戦、ある意味で、数の力じゃどうにもならないから押し切られそうなものを体を張って止めるということは過去にも何度も行われてきたことなんですよ。何度も行われてきたことなんですね。一旦それちょっと見てもらいましょうかね。どんなことが行われてきたか。ごめんなさいね、ちょっと強烈なやつがなかなかいっぱいあるはずなんですけれども行き届かなくて、ちょっと、ラフな感じのやつもうちょいこれ落とした方がいいんちゃうかな。ここのライト正面、これちゃんとテストしておいた方がいいね、事前に。はい、ここの正面です。正面のライトを消してください。ステージ向けのライトです。ちょっと待ちくださいね。見やすい方が多分いいと思うので調整させてください。もう思いっきりいっちゃっていいよ。さっきより見やすくなったかな。はい、じゃあちょっとご覧いただきます。音が出てません。すいませんね皆さん。委員長のご心情はよくわかりますけど、戦略もない。選挙対策法は強行採決またやるんですか。これはもう選挙、これね、強行採決またやるんですかみたいなことを言ってるのはこれ全部自民党なんです。でプラカード掲げてるのも自民党なんです。堕落してますよ民主党政権は。民主党の権力の乱用じゃないか。国民をバカにしてますよ。これは国会を軽視してますよ。賛成の諸君の規律を求めます。これはもう自民党政権時代ですね。
これ自民党が政権取った後強行採決やることに対して、よってそのように決しました。これより各案を一括して討論に入ります。討論の申し出がありますので、ありがとうございます。まあ、何ご覧いただいたかってことなんですけど、国会の中ではやっぱり命に関わることだったり、この国の、復活させてね、この国にかか、この国の在り方が180度変わるようなことに関しては、やっぱり与野党の攻防があって、そこで、様々なこういった肉弾戦というものがあるわけですね。で、例えばですけれども、あれはいつだったかな、厚生労働委員会において、多分、これは派遣法の改正か何かの時にも、様々、民進党時代ですね、委員長を羽交い締めにして、首言わしたってことで診断書取ったりとか、まあ、それもどこまで本当かわからないんですよ。要は相手にダメージ与えるためには、どんな、なんだろうな、診断書とか別に自民党のために都合よく書いてくれる医者なんていっぱいいるわけですよ、はっきり言えば。はっきり言っちゃったらね。だって反社ですから、自民党自体が。そんなこと言っていいのかって、もう言ってしまってますから、いいんですよ。事実上の反社ですから。まあ、何が言いたい、絞った音。いや、絞られたら困ります。さっきぐらい欲しいです。ごめんなさい。で、何が言いたいかってことなんですけれども、今回私が、まあ、入管法の改正ってことで、まあ、ダイブしたということなんですけど、どうしてそれがアウトかって言ったら、一人でやったからアウトなんですよ。俺たちがやるときは、そういう茶番の見せ物としては、これはやっていいことだけど、お前一人でやるなって。お前一人でやることは認めないっていう、それだけのことなんですよ、これって。で、そこで怪我しました、どうしましたってことは、まあ、横に置きます。というよりも、その人たちが診断書がどうしたとかっていうことは出てきてないわけだから、本当のところはよくわかりません。でも、その診断書が、なんだろうな、信憑性のあるものかどうかは判断できないわけだから、はっきり言っちゃえばね、診断書がどうしたこうしたとかっていうことは、はっきり言ったら究極はどうでもいいことかもしれません。だって、自民党のために診断書書く医者なんていっぱいいるんだから、その信憑性なんて問えませんよねってことです。痛いです、首が痛いです、ここら辺がとかつったら、もうその通りに書くでしょ、当然。ってなってったら、診断書はどうなんだってことが問題ではないってこと。人々の命やこの国の在り方が180度変わるものに対して、物理的抵抗をこれ野党がやってきた。で、その抵抗ってものを今回野党はほとんどやらないんですよ。43兆円の軍事費を拡大する、それに対して、復興という名目で取ってきた税金を流用しますとか、で、先々いろんなものを、所得税であったりとか、タバコ税も上げていきますとかっていうような、180度変わってしまうような、この国の在り方っていうものに対しても、参議院では何も抵抗してませんからね、立憲民主党、野党第一党、むちゃくちゃですよ、そんなの、はっきり言えば。委員長の解任も、誰だあれ、財務大臣の、なんだろうな、不信、なんだ、問責も何も出してない。全部きれいに通した後で、内閣不信任案出しますっていう、こんな物分かりのいい野党、ありがたいはずですよ。政権はってことです。でね、話戻ると、私が何がいけなかったかってことを考えると、私は法務委員会所属じゃないんですよ。委員会に私は席がないのに、一人で出て行って、一人で阻止しようと思ってダイブしたんです。だから何が問題かって言ったら、法務委員会でないものが、のこのことやってきて、その議事進行っていうのを止めようとしたってことが問題なんです。でも、それは問題になったとしても、もう一つの問題。自民党は20人近い委員外、法務委員ではない、議員を20人ぐらい投入して、この委員会のある間中、ずっと
野党の委員を威嚇したりとか、委員長の周りにブロックしたりとか、そういうことをやってるってことです。私は一人で乗り込んでったけど、自民党は関係ない人20人ぐらい連れてきてるってことですよ、事前から。これは問題にならないのってことなんです。私のダイブがある前に20人の動員をして、人の壁を作って無理やり通そうとしてるっていう、これは問題にならないんだっていう。でそこで起こったことは何かって言ったら、私はもう手足がほとんどもう何だろうな、拘束されてる状態だったってことですね。捕まれてってことですけれども、そしたら一人の自民党議員が A 氏に暴力を振るうなってことを言い出したんです。 A 氏っていうのは国会の中である意味でこの警備をされてる方々、 A 氏に暴力を振るうなってもうすごい大きい声で言い出したんですよ。それ3回ぐらい繰り返して、で私からしたらそこで大声で叫んでるおっさんがいて、私こうなってるんですよ。で何言ってんだろうこの人みたいな。でハッと気づいたら、なるほどと、実際にはないことをあるかのごとく大声を出して、それを既成事実にして、でマスコミに伝えるんです。で最初に出た報道何かって言ったら、議員2人と A 氏1人が負傷したみたいなニュースが流れるわけですよ。だからこういうことなんですよね。政治的にどんな手を使ってでも、確実に傷を負わせるってことを向こうはやってくるってことですね、はい。なのでその2人の議員の医師からの診断書があるとかないとかっていうことにこだわる必要ないのかな、そこではないんじゃないかと私は思ってます。それが出てきたとしても、その中身って信憑性あんのかって、そういう話なんです。そうではなくて、私が言われるものも暴力だとするならば、その前に暴力を振るってるの皆さんでしょって。委員外の議員が20人も入ってきて採決を、それに対して異議を申し立てる者たちの口を塞ぐっていうような圧力をかけてきたりとか、それだけじゃなくてもっと大きな暴力でこの国に生きてる人たち黙らせてるじゃないかと、まあ様々な問題が含まれてるものなんですけど、でもまあマスコミとしては、山本が暴力を振るったってことが一定世の中に広がっていくっていうことは、もうそれで向こう側はプラスになってるわけですよ。だからわざわざ懲罰にする必要ないんです。懲罰にしてしまえば本会議場ってとこで山本が発言権持ちますから、余計なことを口にされるよりかはもう十分レッテルは貼れた、もう大丈夫だとなったら、もう懲罰にする必要ないねってことで引き上げてったってことだと思います。それが1点で、もう1点ですけど、汚染水止められないのかってことですけど、今の時点で止められる術はないと思います。この夏までに海洋放出始めるという状態の中で、さまざまな人たちは声を上げたりとか、手続きというかいろんなことをやってきたけれども、もう政府の考え方っていうのは変わらないですね。でもこれは今流されたからといって諦めるものではないってことです。だって数十年にわたってこれ垂れ流し続けるわけでしょ。だからするならば、これは政治的決断によって止めさせるっていうことをするんだったら、やっぱり政権交代するしかないんですよね。政権交代するしかない。今の時点で、この海洋放出っていうものを彼らが止めようという判断をしない限りは止まらないっていう話なんですよ。まあ、なんとかして止めるとか言いたいですよ、私も。任しとけ、止めてやるとか言いたいけど、でもそれって嘘ですもんね。今の状況の中で止められる術は、今の現状では存在してないです。だって地元が反対してるのに無理やり流すんだもん。そういう状態ですね。でもこういう状況を作ったのは何かって言ったら、やっぱ政治なんですよ。政治によって作られたことは、政治によってこれは覆していくしかないというところだと思います。もちろん必要な場面での追及であったりとか、もちろん私たちの態度っていうのは全く変わらない。流しちゃダメだと。少なくとも地上で管理していきながら減衰するのを待って、それと並行しながら当然これは除去技術っていうものをもっと深めていくとかっていうことをやっていかなきゃいけない。何よりもその流すと言われている基準に関して、これはやっぱりもう一回やり直さなきゃいけない。あまりにもデタラメすぎるってことは世界からこれは批判されてるわけですね、専門家から。そういった意味で流していいものではないけれども、それを強硬的に流せるぐらいの政治状況がこの国には存在している。これを止めるためにはやっぱりこれ政治で覆していくしかないんだろう、そういう話だと思います。
さあというわけで次の方いらっしゃいますか。マスコミの方大丈夫でしょうか。ありがとうございます。じゃあ、始めていきたいと思います。皆さんから直接山本太郎にご質問をいただくと、そのようなやり取りでございます。で、山本に聞いてもそれ答え出てこないなってことも多々出てくると思うんですけど、その時にはどなたか助けてくださいという、形でございます。で、お願いがあります。とりあえず1分の時間からスタートしていただきます。1分以内に話をまとめてください。で、1分で話をまとめていただいて山本が答えをするというやり取りなんですけれども、質問を複数そこに入れられない、入れていただいてしまうと、そこに入ってしまうと、1分以内という中に質問をいくつも入れられてしまうと答弁が長くなってしまいます。たった1問でも長い答えなんですね。だいたい平均ですよ。だからそこに複数入っていくと、さらに、答えが長くなってしまって、次の人へマイクがなかなか渡らないんです。なので、できれば1分の間に質問いただける1問という形でやっていきたいと。で、今6時20分になるんですけれども、これが、6時50分近くなってくると、これ1分ではなくて10秒で質問をしていただける方のみにマイクを渡すという形で回していく形になりますので、できる限り山本も短く答えられるように頑張ります。皆さんもよろしくお願いします。で、その前に、今日この場所にいらっしゃってる、足を運んでいただいた皆さんの中で、令和新選組はよくわからないんだけど来てみたって方、どれぐらいいらっしゃいます？ありがとうございます。すいません、わあ、こんなにたくさん、嬉しいな、ありがとうございます。なかなかね、こういう場所にというか、閉ざされた場所、いや、閉ざされた場所って言っていいかな、室内でこうやってやり取りするときに、初めて来ましたとか、よくわかんないけど来てみたっていう人、そう多くないんですよ。逆に言ったら、そういう人たちが来てくれないことには広がりを持ちませんので、今日来ていただいたことに感謝します。ありがとうございます。勇気を持って足を運んでくださって。で、一つ、私もそうなんですけれども、これから質問をしていただける方、その中でも特に令和をよく知ってるマニアックな方いらっしゃると思うんです。で、マニアックな方と私のやり取りは、初めての方にはよく意味がわからないことが多いと思うんですね。何が言いたいかって言ったら、初めての方が聞いても理解できるような話、お互いにしていきましょうということで進めていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、早速いらっしゃいますか、どなたか。じゃあ、そちらのニット帽っぽい人、手挙げといてください。手挙げといてください。今日は福島に来ていただいてありがとうございます。質問なんですが、6月23日のニュースで、バイデン大統領が、岸田総理に、私が防衛費増額を説得したと、言っていて、でそれに対し、松野官房長官がそうではないと、アメリカに気を使うようにやんわりと説明していたのですが、私自身、バイデン大統領が言ったことは真実であると考えています。その他にも、国内の酪農家や農業を潰し、国内生産力を弱め、輸入に頼り、裸足の原を教材からなくしたりなど、少子化対策に消極的だったり、インボイスで中小企業を潰したりなど、すべてアメリカの手のひらで動かされているように私は感じています。その点を山本太郎さんはどう考えているかをお聞かせください。ありがとうございます。何の話やらさっぱりわからんって方もいらっしゃると思うんですね。で、お話ししてたことは、アメリカの命令によって日本側はいろんな対応を変えるというようなことをおっしゃってると思うんです。で、その中でも一番トップに上がってきたものは何かって言ったら、日本ってほら、軍備拡大するじゃないですか、これから。その軍備拡大していくと、どれぐらいの規模かって言ったら、43兆円ぐらいのものを投入していくっていうんですね。43兆円規模で軍事を拡大していきますと。遠くまで飛ぶミサイル開発するんだ、国内でっていう話なんですよ。で、それができるまでの間は、アメリカからミサイル買わせていただきますみたいなやり取りなんですけど、ここについての、費用の増額みたいなものをずっとアメリカ側からプッシュしてたんだっていう話なんですけど、いや、その通りだと思いますよ。説得じゃなくて、もう命令だと思いますね。命令されてたんじゃないですか、ずっと増やせ増やせと。で、これ珍しい話じゃないんですよ。過去の日米の関係において、例えばですけれども、その装備をもっと厚くしろとか、逆に言えばその集団的自衛権やれるようにしろとか、いろんな圧力を受けてきて、それ変えてきてるんですね。だから別に珍しいことじゃない。
まあ、松野さんが何を言おうと、まあ、日本は独立国だっていうふりをしなきゃいけないから、だからそれだけのことだと思います。残念ながら日本は植民地なんですよ。残念ながら植民地なんです。だって一都九県、東京から一都九県の空が米軍に握られてるって、そんな国存在しませんね。日本のどこでも米軍基地を作れるなんて、そんな国主権あるわけないですね。アメリカではできない訓練が日本国内ではやりたい放題ですって、そんな国主権あるわけないですね。言ったことは 100%OK になるのが日本という国だと。対等な同盟なんてそこにはなくて、対等な同盟なんてなくて、ただの植民地と宗主国の間柄なんですってことです。例えば北方領土、北方領土の話でも、どうして北方領土帰ってこないんだってことが、ものすごくシンプルなんですよ。何かって言ったら、米軍が望めばどこにだって日本国内に基地を作れるからなんですよ。もし北方領土返しちゃったら、北方領土に基地作られたとしたら、よりロシア側にとっては脅威になってしまいますよね。だから事前に、プーチン安倍晋三会談ではそれを要求されてたんです。何かって言ったら、領土返したとしたらさ、米軍に基地作らせないようにっていう約束をお前米軍としとけよって、アメリカ側としとけよってことをプーチンから言われたと。けどその答えちゃんと返せなかったんです。そういうことがニュースになってるんですね。2018年11月14日、北方領土交渉をめぐり、ロシア側が北方領土を日本に引き渡した場合、アメリカ軍の基地を置かないことをプーチン大統領が日米の首脳の間で公式に合意するよう求めていることが分かったと。帰ってこないでしょ。そんなこと無理だからなんですよ。宗主国と宗主国様に逆らえないってなったら、それはロシア側だってそれ譲りませんよ。無理だってこと。話戻ると、アメリカ側がどうのっていう話だけど、まあその通りだと思いますよ。でもう一方で、例えばですけれど、いろんな話が混ざってきたと思うんですけど、インボイスっていうのがあってっていうのは、それとのアメリカの関係は私知りません。本当にそういうことがあるかどうかは分かんない、そことは関係ないんじゃないかなと思うんです。で逆に、日本の酪農家が非常に厳しい立場にあるじゃないですか今。ミルク絞るな、牛殺せって言われてるんですよ。で廃業しろお前らっていう話なんですね、これって。どうしてそうなるかって言ったら、海外から14万トン乳製品入れなきゃいけないからみたいな。それ国際約束であったとしても、それ絶対に履行しなきゃいけない話じゃないんですよ。国内の需要がというよりも、ダブついてますっていう状況が大きい場合は、そっちを減らせばいいんですよ。断ればいいんですよ。今は無理だって。どうして言わないの。言わずに牛殺せ廃業しろって、むちゃくちゃでしょ。どっち向いて仕事してるんだってことですけど、間違いなく人々の方は向いてないってことですね。でおそらく先ほどのインボイスっていう話、インボイスっていう話に関して、ちょっと待ってください、ね、インボイスの話始める前に、インボイス制度のことご存知の方、この中にどれぐらいいらっしゃいますか。 ありがとうございます。半分以下やな。小規模事業者に対する増税なんですよ。小規模事業者に対する増税。どんな小規模事業者かって言ったら、こんな感じの小規模事業者です。フリーランスって言われたような人たち、個人タクシーだったり、演劇やってる人、映画、ね、作ってる人、出版関連、イラストレーター、音楽教室、英語教室、生命損害保険の代理店、農家、一人親方とか、この人たちは消費税については免税なんですよ。年間1000万円以下出してくれる、年間1000万円以下、こちらです。売上が年間1000万円以下の人は消費税免税っていう立場なんです。これ免税店制度っていうらしいんですけど、どうしてこうなるんですかってことなんですけど、大企業と小規模事業者を同じように課税しちゃったら、小規模事業者は潰れちゃいますよね。だからハンデつけようぜってことなんですよ。でこの免税店制度ってことで、事実上小規模事業者は守られてきたと。けれどもこれ取っ払う、事実上取っ払う、お前らも払えっていうことがこれから始まるんです。でお前らも払えってことが始まっちゃうと、何が起きるかって言ったら、やっぱりこれ自分たちのこれ圧迫されちゃうんですよね。続けられなくなる。そういうことになっちゃったら、どんどん潰れていっちゃいますよ。300万から500万ぐらいの事業者がってことなんですね。
で、狙いは何ですかってことなんですけど、あ、それこれ言っとかなあかんねん。それはお前払わなあかんやろって思われた方いらっしゃるかもしれないです。免税ってそんなん何言ってんのって。私が払った消費税を預かって国に納めるっていうようなところで免税もクソもないでしょって。預かった消費税は国に納める当たり前じゃないか、それが普通になっただけなんじゃないの、そのインボイス制度っていうのはっていう人いるんですけど、大きな間違いなんです。これはもう確定してるんです。何が確定してるかって言ったら、東京地裁の判決で確定してるんです。消費税っていうのは皆さんからお預かりしたものを国に納めますというようなものではないんですよ。裁判所曰くこういうことです。判決文こちらで、判決文の要約がこちら、読みますね。消費税は対価の一部であり預かり金ではない。対価の一部って何ですか、物価ですよって、そういう話なんです。お預かりした消費税をじゃないんですよ。消費税自体がこれ価格の一部、物価の一部だ。だから預かってるっていう性質ではないんだよってことを裁判所が言ってるんです。で、この判決変わってないんです。確定してるんです。先行きますね。過不足なく国庫に納付する義務を消費者との関係で負うものではない。お預かりいたしましたこちらの皆さんからの消費税、預かり金として国にちゃんと納めますねっていう代物じゃないよっつってるんです。預かり金ではない、物価の一部として入ってきたものに過ぎないと、そういうこと言ってるんです。だから何かって言ったら、インボイス制度っつったらお前それ事業者が預かってる消費税をネコババしてるだけの話だろ、そのネコババができないようにするのがインボイス制度じゃないかと、これ間違いです。全然違う話なんです。逆に言ったらこれだけの判決がありながらそんなことを進めちゃっちゃったら何になるかって言ったら潰れていくんですよ。で、潰したいんですよ逆に。私はそう思ってます。何を狙ってるか、それアメリカとか関係ないんです。これ潰してって何になりますかって言ったら、より安い労働者が社会の中に生まれるんですよね。廃業したら、そりゃそうでしょ。これまで自分で仕事をやってきた人、お金を稼いできた人、自分の才能だったりいろんなもので、そういう人たちがこれはもう継続できないと、インボイスっていうことで、だったらもう廃業しよっか、で社会に出てこれ労働市場の中で自分が商品として回るときにはもっと安い労働力としてこれ供給されちゃうわけですよね。だってたった年間2500億円程度ですよ、こっから絞り取ったとしても2500億円程度のために多くの人たちが多様性あるいろんな商売を諦めなきゃいけないような状態になっちゃう。より安く働く労働者を増やすための、私は、なんだろうな、制度なんじゃないかというふうに思ってます。なので全てアメリカが悪いでは話は決着つかない。何かというとアメリカ由来のものもあるだろうし、もう一つは日本の経済界由来のものもあるだろうし、いろんなものが重なり合ってるんだけど、そういうような状況になってるという話だと思います。すいません、ありがとうございます。すいませんね、一問に対する答えが長すぎる。はい、もう皆さん分かったと思います、どういう意味か。すいません、短くなるように心がけます。次の方いかがでしょうか。じゃあまっすぐの方いきましょうか。あなた今振り返った、あなた、はい、手を挙げといてください。マイク渡す人が分からなくなるので。ですね、緊急事態条項の、危険性について詳しく教えていただきたいです。前参院選の時にですね、山本代表が緊急事態条項というのが本丸だなんていうことを言ってたのを聞いたんですけれども、どれほどのものなのかほとんど知らない方も多いと思います。でまたその時ごぼうの党っていう奥野さんって方も同じようなことを言っておりました。ですのでこの緊急事態条項についてお聞きしたいです。でまたその奥野さんっていう方は非常にいろんな方と、関係が深く、ワンオクロックのタカさんだったりとか、山田孝之さんとか、サッカー選手の本田圭佑さんとかもなんかつながりあるようなんですけど、山本太郎さんは面識はありますでしょうか。以上です。はい、ありがとうございます。ごぼうの党っていう名前がありましたけれども、面識あるかという話ではないです。はい、いやでも一回ね、
あれはどこだったかな、原宿駅の横で凱旋やってる時に、向こう側がトレーラー何台もごぼうの塔って書かれたトレーラーがあって、その前で何か、おそらくパフォーマンスなのかマイクをやるのか分かりませんけど、何かやろうとしてるところだったんですね。で、私たちはもう演説終えたところだったんですけど、だから、挨拶をしに行きました。すいませんね、ちょっと長い時間になっちゃって申し訳ないっていう時に一瞬コミュニケーションがあったぐらいで、それ以外はないです。で、緊急事態条項についてですね、緊急事態条項っていうのは何かって言ったら、2012年に自民党が、俺たちだったらこうやって憲法を変えるぜっていう自民党の憲法改正草案っていうものを出したんですよ。で、その中で、見えてきたものなんですね。これ何かって言ったら、今から緊急事態ですって総理大臣が言ったら、これ緊急事態にされちゃうってことなんです。で、それが武力攻撃なのか自然災害なのか、それとも内乱なのか、さまざまなものすごく幅広、限定できないんですよ。むちゃくちゃ幅広の中で総理大臣が緊急事態ですと言ったら緊急事態にされてしまうっていう代物なんですよ。で、緊急事態にされちゃったら何が起こりますかってことなんですけど、大きく分けて3点なんです。こちらです。はい。内閣だけで法律と同じ力を持つルールが作れると。法律作るのどこでしたっけ、国会なんですよね。でも緊急事態になったら国会はいらなくなるんです。内閣だけでルールを作れるってことになる。もう一つ、予算も内閣が自由にやれると。予算つったら国会で審議しますよね。でもそれも内閣だけで決めれる。そしてもう一つ、地方自治体と国っていうのは対等ですよね。対等ですよ、立場は。けれどもこれが下部組織みたいな扱いにされちゃうと。大きく分けたらこの3つになるってこと。で、この緊急事態って何かって言ったら、日本って三権分立じゃないですか。行政、内閣ですね。行政。で、立法府。これ国会ですよ。法律作る。で、もう一つ司法ですね。三権分立のはずが、この三つが一緒になるってことですよ。事実上。簡単に言ったら、独裁体制ってことです。どんなことでもできるようになっちゃう。そういう話なんですね。で、しょうがないだろって言うんですよ。何がしょうがないのって話なんですけど、だってとてつもなく巨大な、何かしら災害が起こったり疫病が広がったりっていう時に、いちいち国会開いてらんないでしょって。全部国がそれを好きなようにというか、国が責任を持って前に進めるってことが必要なんですよっていうような、簡単に言ったら、話なんですね。で、その中でも非常にやばいのが何かって言ったら、もし衆議院が解散している場合、任期がいっぱいっていう状況の時には、それを延長できるようにしようっていう話。いや、不死身の衆議院議員が生まれるってことですよ。もうみんな権力を持ったままになっちゃうっていう。本当は選挙して選ばれなきゃいけないんだけれども、ずっとその身分を保障され続けるっていうような状態になり得るってことを、そういうことが必要だってことを今の国会の中でずっと言ってるんです。自民党と、維新と国民民主党が。で、そういうような、とんでもないやつが出てくるからねってことで、日本国憲法は先回りしてるんですよ。何かっつったら、参議院の緊急集会、要は衆議院が解散してしまっています。一方で参議院も半分いません。参議院って200人いるんですけど、半分ずつに分けられてるんです。3年ごとに選挙するんですよ。6年の任期なんですけれども、任期が終わりというところで半分選挙、最悪でも半分は残ってるんです。参議院に、参議院の緊急集会って何かって言ったら、その最低限の参議院の議員たちだけ残して、あとは空っぽになったとしても、参議院だけで、内閣と参議院だけで物事を進められるようにできてるんです。だから衆議院がお前空っぽになったらどうするんだよみたいな話、心配することないんですよ。はっきり言っちゃえば、そういうような無法者が現れてきた場合の対策もちゃんと取られてるのが今の憲法であるということなんですね。で、例えばですけど、それだそうか、例えばですよ皆さん、国家が、そうだな、内閣に権力を集中させた場合に、例えば災害が起こります、緊急事態になります、内閣に権力を集中させますっていう制度になった場合に、そのトップについてる人たちが間抜けだったらどうするんですか。対応する力持ってなかったらどうするんですか。
二次災害三次災害にしかならないんですよ。そうでしょ。だって必ずしもうまいことやってくれる人とは限らないわけですよ。でごめんなさいね、それじゃなくて違うやついこうか。これまでの危機対応、この人たちは危機に強いよなっていうような内閣ってありましたか。いいんですよ、あったらあったで。でも過去にあった危機的な状況、危機ではないか、危機につながるんではないかっていう状況を見ていくと、どうやらポンコツしかいなかったようなんです。見ていただきます、こちらです。歴代自民党政権の幹部は災害ミサイル発射という危機時に自らの選挙運動を優先、さらにはゴルフや酒盛りで遊びほうける常習犯であったって話です。例えばですけれども、2021年10月19日北朝鮮ミサイル発射、これは10時15分ごろ、午前10時15分ごろおよび16分ごろ、2発の弾道ミサイルを東の方向に発射したということなんですね。でその時何やってましたかってことなんですけど、岸田総理と官房長官は 北朝鮮ミサイル発射時に選挙応援で都内にはいなかった、危機管理よりも選挙を重視したんじゃないか、そういう話になってるんです。で選挙応援演説を終えた後、岸田首相はミサイル発射の第一報を受けた後にさらにもう一箇所演説に行くんですよ。いやミサイル飛んできてっていう話だとっとと東京帰るじゃないですか。帰らなかったんです。もう一箇所演説にも顔を出すっていうようなことをやった。つまり何かしたら東京に着くのに2時間遅れたってことですね。本当だったら早く帰れてたのにって。緊急事態をだってミサイル飛んできたってあれだけ大騒ぎするんですよ。でも実際は選挙演説をそれは優先させる、2時間遅れで東京に戻るみたいな話ですね。他にもございます。安倍元首相、これもう夏休み初日の話ですかね。で、午前5時34分と5時57分ごろ日本海に向けて発射された北朝鮮のミサイル、それでも首相は直後の午前7時1分ゴルフ場に到着、プレーを始めた。むちゃくちゃ優雅ですね。羨ましいぐらいの優雅さですねこれね。はい、他にもございます。2018年7月西日本豪雨、広島、岡山、愛媛などで広がったものすごい規模の豪雨です。この時に何をやってましたかってことなんですけれども、なんと自民党は飲み会をやってたってことなんですね。衆議院の宿舎の中で大盛り上がりの飲み会をやってたということなんです。でこれね、当然そういう飲み会がもともとあるんだったらそれはそれでしょうがないかもしれないけれども、この1分1秒争うっていう豪雨の中で土砂崩れだったりいろんなところで命守れるかどうかっていう72時間、この72時間勝負の時っていう時に何をやってたかっつったら、こういう酒盛りをやってた。で私は思ったんですよ、この酒盛りをやってる時は間違いなく酒は入ってるけれども命をどう守るかっていうことをみんなで会議してたんじゃないかと思うんです。そりゃそうでしょ、ただの飲み会だったら許されませんよこんなもの。だからそのようにみんなで話し合ってたんじゃないかっていうふうに思ったんですけれども、白状した人がいるんですよ。テレビの取材に対して何と答えたか、どのような飲み会でしたか、酒飲んでわーというだけですってもうバラしちゃってるんですね議員が本当に頭が痛いですね。はい、まあとにかく衆議院宿舎の会議室で月1回食べ物お酒を持ち寄り、党幹部と若手議員のざっくばらんに話す懇親会、選挙区の悩みを相談したり地元の名産 PR、 今日は安倍総理、岸田政調会長、竹下総務会長が勢ぞろい、和気あいあいの中若手議員も気さくな写真を撮り放題、まさに自由民主党ってことを、まあ西村康稔さん今大臣やられてますけれども、この方が言ってたと、こんな状況だったんです。まあ、この時にもカジノっていうのを無理やり通したんですけどね、この状況があるのにカジノを無理やり通すってことをやってる、まあそういうの災害便乗型って呼ぶんですけれども、まあまあまあこんな形です。でまあ言いたいことは何か、まあとにかくこのような緊急時と呼ばれる時、広島市の集中豪雨の時もそう、はい、7時半ごろから、ラウンドを始めたと。もうこれはもう迅速な対応が必要な時に、もう静養先の、まあ、別荘ですね、夏休み休みたいのは分かるけど、これだけの豪雨が別で広島で起こってるっていう時に、これやっぱりあれなんですよね、午前6時過ぎには NHK とかヘリ飛ばして状況が見えてるわけだから、一刻を争うっていうことが分かっているんですけれども、午前9時20分頃から
もうプレーを中断して、じゃあそろそろ戻ろうかみたいな話になっていったと。何が言いたいか分かります？緊急事態をつってもこの程度の人たちが緊急時ということを理由に権力を全て掌握できるっていうのはむちゃくちゃ危険なんですよ。で、この緊急時に権力を掌握するっていうような権力は与えちゃダメなんです、政治家に。だから立憲民主党でも与えちゃダメなんです。共産党でもダメ、令和でもダメ。そういう代物が緊急事態条項。これ今の憲法にないから憲法改正で新しく入れようとしてるんです。これはやばいです。絶対ブレーキかけなきゃダメです。じゃあどうするんだ緊急時の時にはってことなんですけど、最悪の事態を想定して事前にルール作りをするのが国会なんですよ。でもう様々な立法が行われてるんだから、あとは必要なものがあるんだったら法改正すればいいんですよ。新たに法律作ればいいんですよ。それ以上でも以下でもないということだと思います。すいません、ありがとうございます。さあ続いていきましょうか。言ったでしょ、一問ごとに説明が長いので申し訳ない。じゃあそちらの方行きましょうか。あなたですね。はい、そのまま手を挙げておいてください。一番端っこの方です。あ、はい、すいません。すいません、社会保険とか社会保障に関してなんですけども、高齢者1人に対して、昔は、若い人たちとかが、人口が多かったので1人に対して多くの若者とかが高齢者を支えてたっていうことだったんですが、今は若者も、まあ、若い人たちが人数が減ってきて、高齢者1人に対して、若い人たちの負担が、すごく増えてるっていうことで、結構ネットなんかでは分断が生じてて、若い人が、まあ、お年寄りに対して、なんで自分たちはこんなに負担を強いられなきゃいけないんだっていうことで、よくそういうふうな、まあ、文句というか、そういうふうなものをよく見かけたりはするんですけども、まあ、国には通貨発行権があって、国債を発行するので、それでなんとかこうやればいいのになっていうふうに思うんですけど、それについて教えてください。もう知ってんじゃないですか。もう知ってんじゃないですか。最後に答え言っちゃってましたね、もう自分で。ありがとうございます。一人でも多くの方に知ってもらおうという気持ちで言ってくださったんだと思います。日本には金がないんですよ。だからしょうがないんです、ね、皆さんで絞り合ってその中でなんとかギリギリ回していきましょうっていうのが今の考え方なんです。で、間違ってるんです。間違いです。考えてみてくださいよ。異次元の少子化対策っていう時には全然財源決まりませんよ。で、異次元って言われるようなメニューには全くなってない。もう小粒すぎて。国会で参考人に来た京都大学の先生が、この少子化というものを是正するための最後のチャンスで投入すべき金額は9兆円だっつってるんですよ。9兆円。で、今言われてるのは3兆円レベルとか4兆円レベルの話でしょ。だから少子化なんて是正する気ないんですよ。で、やりたくないことに対しては花火だけ上げる、看板だけでかい、でも中身はペラペラで、自分たちがやりたいことには短い期間で一気に金出すこと決めるんですよ。何がやりたいかって言ったら軍事なんですよ。軍事に対してだって43兆円ですよ。で、これ5年を超えたところの兵器ローンの支払いまで含めたら60兆円ですよ。どっから出てくるのその金って思いません？子供に対する予算に対してはいつまでも決まらないみたいな、規模さえもわからないみたいなことずっと来てましたよ。でも防衛に関して軍事に関しては一気にパンと決めるんですよ。で、しかもその43兆円の中身というものに関しては数兆円分しか中身わからないんです。出してこないんですって。だから適当なんですよ。GDP の 2% まで出すってことだけ決めてるだけで、中身詳細詰まってない。大枠では決まってますよ。アメリカ様からトマホークを買わせていただきますでしょって、他にもいろいろ武器買わせていただきますわ、向こうのいいねでっていうのと、もう一つは国内で武器産業をより盛り上げていくために長い射程で飛ぶミサイルを生産していきますってことは決まってんだけど、その詳細っていうのは数兆円分しか分かってないって。金がない、いや違うだろうと。金はあるんだ。使い先が
自分たちの恣意的な形でどんどん決められていってるってことしかこれ言いようがないんですね。で、金がないわけじゃないんですよ。金はあるんですよ、日本には。だって過去10年間毎年過去最高益を上げていってるのが資本家ですよ。みんな貧乏になっていってるんですよ、この国。どれぐらい貧乏になっていってるかってことちょっとご覧いただきますね。2019年だして後でそこも戻るからね。はい、ありがとうございます。コロナが来て苦しい、物価高で苦しい、そう言われますけれども、騙されないでください。2019年の時点で十分苦しかったんですね。何かというと、これは厚生労働省の調べですが、生活が苦しいと感じている方々は全世帯の 54.4%、 母子世帯では 86.7% が生活苦しいです。で、みんな賃金下がり続けてるんですよ。みんな賃金下がり続けてます。で、先進国で賃金が下がり続けるっていうマジックは日本だけなんですね。どれぐらいかっつったら見ていただいたらこちらでございます。1997年から2020年までの間、イギリス、フランス、アメリカ、ドイツ、イタリア、これ右肩上がり、賃金上がりっぱなし、国も成長し続けてるんです。一方で日本だけが下がり続けてるんです。みんなの賃金下がりっぱなし、国も成長しません。貧乏な人増えていきます、当たり前なんです。どれぐらいみんなの年収が下がってますかってことをご覧いただきます。こちらです。不景気が25年以上30年近く続いてるんですね。高い所得、低い所得全部並べた真ん中の所得が131万円下がってますって、これもうむちゃくちゃなんですよ。もう崩壊してるんですよ、こんなので。子供の7人に1人が貧困で、10代、20代、30代の死ぬ原因の1位が自死。もう地獄なんです。この世が地獄とはまさにこの国のことなんですね。こんな状態の中で自分たちのお金の使いたいものだけは大々的にやっていく。で、一方で全然乗り気じゃないものに対しては看板だけでかく上げるけどお金は投入しない。狂ってます、この国って考えたときに、じゃあちゃんとお金回していかないかって言ってるのが私たちなんです。どうやって回しますか。まず財源どうするか。じゃあここで皆さんに増税をしてそこらを配分しますってことは言わない。どうしてか。30年社会にお金回ってないんです。だから不景気なんです。社会にお金がちゃんと回ってないのに、その社会からさらにお金を間引く、増税するって言ったらもっと景気悪くなっちゃうんです。だから今増税しちゃダメなんです。していきますよ。これから増税されるんですけど、様々。やっちゃいけない。じゃあどうしますかって言ったら、金するんですよ。金するんです。日本には円があるでしょう。イギリスにポンドあるでしょう。アメリカにドルあるでしょう。社会にお金が回ってない、経済が不安定になりそうだ、なっている。そういう時には自国通貨増やすんですよ。通貨発行権があるんだから。当たり前のことですよ。それやらなかったらどうなるか。さらに事態は悪化します。だから悪化してるじゃないですか、日本。金は吸ってますよ。吸ってるけどみんなの元には届かないんですよ。そんな構造にはなってないから。組織票くれる、企業献金くれる、そういう人たちに対して熱くお金が流れるような仕組みになってて、みんなの元届いてないんですよ。だからこそみんな貧乏になってんのに、資本家たちだけ過去最高益になってるっていうのをちょっとご覧いただきます。先ほどちょっと出ましたけどね。はい、ありがとうございます。内部留保10年連続過去最高益、毎年過去最高益ですよ。金がないんじゃないんだ。金はあるんだ。金が流れる先が限定されてるんだ。それ以上でも以下でもないんですよ。じゃあ例えばこのような状況の中で金をするっつったら何に使いますかっつったら、例えばだけど私たちは消費税やめたいんです。消費税やめる、消費税やめるってことは26兆円から8兆円ぐらいのお金、このお金を通貨発行で出していいんですよ。出したらどうなりますか。景気良くなっちゃうんですよ。毎日が 10% オフですから。消費税がなくなったらあなたの手元にお金を残すことになるんです。どれぐらいの金額、10万円20万円っていうお金を年間で手元に置いておけることになる。じゃあそのお金どうしますか。
貯金する人もいるかもしれないけど、多くは必要なものを買うんですよ。誰かの消費が誰かの所得に変わっていくっていう循環だってことですね。それを拡大していかなきゃダメなんです。だって30年衰退し続けてるんだから。消費が減り、投資が減り、国内の製造業は空洞化し、そんな状況ですよ。働き方を壊し、不安定になり、儲けは減り、金も使えない。金を使わなきゃその金は誰かの所得になることもない。社会がどんどん縮小していく30年のループから出れてないの、この国だけなんですよ。それを考えたときに、まずやらなきゃいけないことは何ですかって考えたら、消費なんです。喚起しなきゃダメなんです。消費を喚起すれば投資も喚起される。合わせて需要です。この国に足りないのはまず需要。需要が旺盛な国になれば、さまざまな企業も海外で商売をやるよりも、この国内で商売をやるっていう方がプラスになっていくんですよ。わざわざ海外に出なくても。でもこの国は30年間先細りっていう状態が続いたから、企業は海外出ていきますよ、旺盛な需要を求めて。話戻ります。例えばですけれども、今私が言ったようなこと、消費税をやめます、26兆円から8兆円必要です。やればいいんです。どうしてか。30年の経済不況にコロナがやってきて、物価高ですよ。多くの方々首しまってるから、そこに対してやっぱり国が上がった物価下げるような効果のあるものを出さなきゃいけない。他にも足りないところありますよ、例えば保育、介護、こう全産業平均ぐらいまで引き上げるとするならば、だいたい4兆円ぐらい出すべきでしょ。出せばいいんですよ。出さなきゃダメなんです。教育費、大学院無償、大学院まで無償、あと5兆円でできる。出せばいいんですよ。今やらなきゃいけないことは、さっき言ったようなこと、何か、あなたの手元に置いておけるお金を増やして、少しでもあなたのために必要なものを買ってもらうというような状況を作っていくしかないんです。教育費無償化になったらどうなるか、使えるお金増えますよ。本当は必要だったものを手に入れられますよ。社会保険料だってそう。今の状況の中でこれから負担増が始まっていくんです。どうなりますかって、税だけでも高いのに社会保険料も合わさったらどうなるかって言ったら、よりお金使えなくなりますよ。よりお金使えなくなったらどうなるかって言ったら、より不況になるんですよ。だって誰かの消費によってお金は社会に波及していくんだから、その消費が抑えられる、消費もできないいう状況になれば、当然これさらに縮小します。より厳しい状況に追い込まれる。だからそういった状況の時には、減免、払わなくていい、減らしていいっていうことをやっていくべきなんですよね。特別、これは先進国の中でも日本特別です。ここまでもう没落国家、転落していくっていう状況を迎えているの日本だけなんですよ。どうしてかって言ったら、国内食いつぶしてるから。30年で政治家と、そして資本家たちが国内を食いつぶしたんです。労働者を食いつぶし、そして税金の取り方を歪め、でさらに外国人労働者を呼んで、全体的に賃金さらに下げていくようなことも前に進んでいってるってこと。どっちにとっても不幸でしょ。日本で働いてる人も、海外から働きにしてきた人も、やられてることむちゃくちゃです。一部の人たちの金儲けのために、その人たちのコストを最大限削除していく、小さくしていくっていうことがこれまでやられてきたこと。だからおっしゃるように、その社会保険料っていう部分、ここに関しても国からのヘルプが必要という時期だと思います。今は。ありがとうございます。さあ次の方いきましょう。すいません、あ、ごめんなさいね、ごめんなさいね。皆さん一度手を下ろしてくださいね。手を挙げたままだったら乳酸が溜まってしまいますからね。何かと申しますと、一問一答という時間がやってまいりました。すいません、10秒で質問していただきたいんです。そんなもんできるかよという人のために説明していることを、言いますね。ごめんなさい、喋り続けてるからですね、脳にですね酸素が回ってないんですね。あ、思い出しました、憲法改正についてどう思ってる。今の4秒ぐらいです。他にも消費税、これなくすって言ってるけど財源どうするんですか。答えはさっき言いましたけれども、でも今のでも8秒ぐらい。挨拶必要ないです。励ましも必要ないです。自己紹介もやめてください
勝手なことばっかり言ってますね、本当に。すいません。そのままストレートに質問に行っていただきたいということでございます。で、その質問10秒の間に複数入れずに1問だけでお願いします。で、これはね、ごめんなさい、ちょっと時間いります、説明するのにっていうものに関しては一番最後に回させてください。すいません、よろしくお願いします。で、10秒でもマイク握りたいって方どれぐらいいらっしゃいます？全員に回したいんですよね。結構いらっしゃるな結構いる。大丈夫ですか？手挙げてください。いいですよ、いいですよ。せっかくだから。友達からあんたあんたって言われてますよ。無理。取って取って。後悔のないように いいんですか？ちょっと待ってくださいね。今写真撮ってるのはですね、記念写真じゃないんですよ。ちゃんと後でマイク、ちゃんと手を挙げた人たちに対してマイクが回るようにというための、これは確認のためのものでございます。いやー、ありがとうございます。よく手が上がりますね。10秒で喋られへんやろ福島の母がいるんですけれど、10秒で絶対喋られへんやんか。超えようと思ってるでしょ。うん言うたらあかんねん。ここはもう10秒しか喋ったらあかんとこやからすいませんね、ありがとうございます。さあ、よろしいでしょうか？確認の写真は撮れましたか？はい、はい、分かりました。じゃあ、順番にもう手を下ろしてください。手を下ろしてください。確認はできましたので、私からは指名しません、マイクマンが順番にどんどん回していきます。お願いします。令和国民会議、通称令和臨調についてご存知でしょうか？ご存知でしたらちょっとコメントを伺いたいです。ごめんなさい、これうちと関係ないやつですよね。あ、はいはい、ろくでもないやつの方でしょ。わかりました、知ってます。あれぶつぶさんとダメですね。そう思ってます。はい、日本の教育は瀕死です。山本さん、日本の教育についてどういうふうに変えてくれますか？ありがとうございます。教育に口出さない、金出す、これです。基本は学問についてついたりとか教育についたりとかして、それはやっぱり現場の人たちであったりとかっていうもので作っていくべきものだろうと、そう思ってます。で、もう一個はやっぱりフリースクールにも当然これは支援が必要ですけれども、もっと幅広く学校と認められるようなものっていうものを、本当にもう町の居場所として勉強を教えてるっていうような活動をしているところにも私は広げていった方がいいと、そう思ってます。ありがとうございます。はい、太郎さんの思想や、理念に共感をしております。太郎さんが尊敬や影響を受けた方、偉人いらっしゃいましたら、お聞かせください。どうだろうな、ごめんなさいね、ちょっと脳が回ってないところですぐに出てこないのが申し訳ないんですけど、ジュリーとかかっこいいですよね。沢田研二さんかっこいいと思いません？もう完全にテレビとかから干されてますよ。でも自分の才能だけで、音楽 と、舞台とね、さまざまな活動ずっとやってるじゃないですか。やっぱすごいなと思いますよ、それを貫き通すっていう。だって芸能人ってみんな日和るじゃないですか、金儲けしたいし。で、スタッフも食べさせなきゃいけないから、政治のことについて言った時点でもうアウトですからね。だから言った人でも訂正したりとかっていうことをよくするんですけれど、あそこまで貫き通してそれでもそのベースを失わないでいるっていうのは、これやっぱ積み上げてきたものだったりとか、カリスマ性なんだろうなっていうふうに思います。震災後の福島の子どもたちの保養について、未だにやってるのかというふうに言われることがありますけれども、まだまだ私は必要だと思いますが、それについてどうですか？ありがとうございます。終わったってしてるのは国だけだと思います。で、その子どもたちの生活がどのような形で営まれてるのかっていうのは私は知らないんですけれども、普段ね。けれどもやはり初期にどれぐらい被爆したかということさえも私たちは知らされていません。そればかりではなく、今はもう帰還困難区域、帰宅困難区域って言ったら何かって言ったら、50ミリを超えるようなところです。年間の被爆50ミリ超えるようなところで、20ミリぐらいまでの間、これ今解除してどんどん人戻そうとしてるでしょ。50ミリは超えない状況になったけれども、まあ20ミリ相当か、それより上かっていうところには人返していいなんて、こんな特別ルールこれ採用してるの日本だけですよ。そういった意味で、さまざま
事故前の基準で、考えていったら異常事態というものがずっと行われてきたのがこの12年であろうと、それを考えたときに、子どもたちの保養という活動においてその蓄積していくような放射線があった場合には、それを何だろうな、その蓄積を重ねないというような時間が持てたりするような活動というのは尊いなって私はそう思います。逆に言えばそれを被害者である人々に対して加害者である国や東電というものが進んでそういうものにお金を出したりとかしていくべきだろうというふうに思います。原発回帰軍拡政策許せません。野党はだらしないと言われますけど、令和は一緒くたにされたくありません。差別化区別化もっと打ち出してほしい。国民も愚かだと思います。守れたね時間10秒でいけたね。すいません、ありがとうございます。まあだからね、ちょっとなんだろう、出る杭になりすぎるとなかなかね、なんだろう、いじめもひどくなっていくっていう、先ほどの会場で私喋ったんですけど、もともと令和新選組っていうのは小映え程度の扱いだったんですけど、いよいよハエになってきたなっていう、小映え程度の扱いだったうざいなぐらいのものがハエぐらいになってくると、やっぱり向こうも殺虫剤とか持ち出してきますよね。だから本気でこうなんかタイミングがあったら潰したろっていうようなことになってきてるっていうのは非常に私としては嬉しい話なんです。要はなんかただうるさいなっていう存在だけじゃなくて、本当に目障りだからタイミングがあったら潰してやろうぜって思われることこそが重要で、あと足らないのは数だけだなと。でやっぱり30年社会が壊れ続けてっていうようなこと、まあその先ほど経済っていう一番分かりやすい話で皆さんにお話しましたけれども、そのような状況を作ってきたのは私自民党だけじゃないと思ってるんですよ。その悪いのが自民党だってことは分かってるけれども、それに対して野党がどう戦ってきたのかって、代わりになるものは野党しかいないんだよって考えたら、あまりにも野党の腰が引けすぎてる、物分かり良すぎる。戦う野党がいなければ政権交代なんて起きないんですよ。で次政権交代起きるかもしれないっていう時に維新みたいなのが出てきてるでしょ。あれ自民党より立ち悪いですから、民主党のもっとひどいバージョンの新自由主義者なんですから。だからもうどっちを選ぶなんて本当地獄の選択ですよ、はっきり言っちゃえば。でもそこを分からないように戦う野党というようなイメージで言ってるところが非常に立ちが悪い。で本当に戦おうとしてる野党は暴力を振るったみたいなことで潰されようとしてると、諦めずにガンガンやりたいと思います。この夏の電気代かなりビビってます。で、秋にはガソリン補助が終わるということで、何かいい方策ないでしょうか。よろしくお願いします。本当ひどい話ですよ。まあ、一部国が補助しているようなものはあるんだけれども、電気代自体がもう上げられることっていうのはもう決まってもしまってるってことですね。だとしたらやっぱり電気代が上がるってことを自分の中で分かってるわけだから、この夏いくら暑くても電気はね、これクーラーをつけることをやっぱりブレーキかけちゃったりとか、ある意味でこの国の打ち出してる政策によって命失いかねない状況だなと思ってます。で非常にシンプルな話で、燃料代が上がってんでしょって、だったら上がった分は国が持てばいいじゃないって、それ以上でも以下でもないんですよ。それやらなきゃダメなんです。だって賃金上がってないやん、景気悪いまんまやん。賃金上がってなくて下がってる状況の中で物価だけ上がってってる。これまでも何度も物価上げられてきましたよ、消費税っていう形で。消費税は事実上の強制的な物価を強制的に上げるっていう力を持ってるわけですね。それに加えてこの輸入インフレっていうところでさらに価格が上がってるっていう状況になってて、太刀打ちできるはずないんですよ。身を削るしかなくなっちゃうんですね、みんな。でもただでさえ削ってきてる人たちがさらに削れっていうのはもう無理な話で、それを考えるとするならば、電気代に関してやらなきゃいけないこと何かって言ったら、上がってる燃料費っていう部分に関して国がそれは補填をしますと、で皆さんに対してはそれまで通りでいいですっていう方策を取るのが一番話早いと思うんです。それをやらなきゃいけない。ガソリンもそうですね、何重にも課税されてるわけだから。だからまあなんだろうな、トリガー条項をどうするこうするみたいなことを言ってた野党で、自民党にすり寄ってるような野党とかいましたけど、あれどうなったんやってみんな突っ込んであげてほしいんですよ。お前まあこんなこと言うから各方面から怒られるんですけど、まあ何が言いたいかってことですけれども、不景気が30年続いてコロナで物価高なんだと、それを考えたときに
今のような、燃料価格の高騰だったり、さまざまなこの物価高に対しては、その部分を国がアシストする以外は方法がないんですよ。それやらなきゃさらに不況になる。生活する人も大変だし、事業者もっと大変ですよ。値段上げられないんだから。だってみんなしんどいこと知ってるから。でもどっかのタイミングで上げなきゃいけなくなるんですよ。もしくはもう倒れるまでギリギリでいくか。どんだけ辛い思いさせてんだ、この30年ですね。っていうところなんですかね。上がったものに対しては下げるような効果を持つ政策を打つべき。だからこそ減税なんですよ。だからこそ、この悪い物価高が収まるまで季節ごとの給付金とか、いろんな形を持ってみんなを支えていって、景気よくしていくっていうことをまずやらなきゃいけないと思ってます。太郎さんのおっしゃるような一人一人がリーダーであるというような、自覚を持っているような教育を子どもたちにしていただきたいのでお願いします。ありがとうございます。あのね、そんなことやったらね、めんどくさい世の中になりますよでもそれが重要なんですよね。何が重要かって言ったら、今学校って多分均質、みんなが同じような状態になるっていうような人間を量産しようとしている場所なんだなっていうふうに思うんです。じゃないとしんどいじゃないですか。学校も、教育の予算がもうどんどん減っていってて、で、まあ、OECD の中でも最下位に近いと、世界で見たとしても最下位に近い先進国の中で、でそうなってくると一人の先生で抱える生徒の数も多くなってくる、なりたい人たちも少ない、むちゃくちゃストレス多い仕事でっていう、そこを縛るためにブラック校則だったりとか、いろんなもので生徒たちを縛っていきながら均質化を目指す。その中で浮いたらやっぱりものすごく生きづらいような子どもたちなんですよね、そういう中で。でそれを一番誰がありがたがるかっつったら、その学校を卒業して社会に出て一番便利になるんですよ。そういう大人が増えれば増えるほど、みんな言うこと聞きますもん。言うこと聞かないぞっつってるけど、それは表に出さずにもう自分の道を行こうと、社会がどうなろうと、この国がどうなろうと関係ない、自分の生活だまずはっていう形に行っちゃって、政治とどんどん距離を置いてって、知らない間に国はどんどん壊れていくことを加速させていくと、それ非常にまずいと思ってます。だからこそ教育っていうのは非常に重要なんだと。それぞれの個性というか、ね、自分が大切にされみんなも大切にされるっていうような、みんなのそれぞれの自己肯定感を上げていくこと、周りも一緒に自己肯定感を上げていくことで、自分の権利もそうだし、人の権利にも敏感になっていくっていうような、子どもたちが大人になっていったときには、これはややこしい主権者たち、この国のオーナー、物を言うオーナーたちが数増えていくことになるんだろうなと思います。ただし教育っていう部分を変えていくにも、これは政権交代が必要になる、そう思うんです。でもまあ、お休みの、このようなお休みの日にこんな場に来てる人たちっていうのは、多分言うこと聞かない人たちなんじゃないですか。基本的に言うこと聞かない人たちの集まりなんじゃないですか、今日は。そんなことないですか。いや、だって日曜日ですよ、今日日曜日のこの7時過ぎですよ。何やられてるんですか、皆さん一体っていうね、話でしょ、普通。でもこうやってちょっと聞いてみてやろうか、山本太郎の話を、令和新選組何考えてんだっていう人から、令和頑張れよって人まで、さまざま足を運んでここに来てくださるっていうのは、これ本当に希望があるなというか、まだまだこの、なんだろうな、うるさ型が生存しているっていうことを確認できるというか、福島市でこれだけの人たちがいるっていうのは、これは大きな希望ですよ、そう思います。なので皆さんのような、ある意味でこの、おかしなことはおかしいと思う、そしてそれを言おうとする、なんとかならないかって考える、社会が変わればいいのになっていうふうに考えているっていう人たちが一人でも多く生まれるような、何かね、将来にしていきたいなと思います。教育非常に重要だと思います。はい、介護職25年やってます。もう現場は人材不足で、ボロボロです。で、何とかしてもらいたいと思ってます。太郎さんの考えをお聞かせください。よろしくお願いします。ありがとうございます。先ほどもちょっとお話が出ましたけれども、まあ、介護にしても保育にしても社会問題じゃないですか。少子化であり、高齢化加速でありっていう、この問題の中において、この大きな2つの社会問題、この2大テーマがこの国ではもう掛け声だけで終わっちゃってるっていう。そこを解決するためには何が必要なんですかって言ったら、お金なんですよ。まずはお金なんですよ。全産業平均で100万円給料が低いっていう仕事、これ現場の善意で支え続けてるような仕事ですよ。
ここに対してじゃあその現場の全員がもしもですよ心折れたらどうなるのかって言ったらもう崩壊しちゃいますよ。このままじゃまずいと、やはりそういうことに関してはもう処遇上げる以外方法がないです。まずそれをやること、それをやることで何だろうな、労働力移転みたいなものが起こっていく。多分全産業平均だったら起こらないと思うんですけれど、生産者になる、で介護であったりとか、この国においてこの先、数十年非常に重いテーマを持って重要なものに関しては労働力移転が起こっていくような熱い処遇待遇をしていく。あの仕事ついたら安定するよねっていう仕事を介護にしなきゃダメなんですよ。私はそう思ってます。すいません。あ、すいません。投票率に関して質問があります。今の投票率に関して代表の見解をお聞かせください。また問題があるようであれば代表は具体的にどういうふうなことをお考えになっているのか教えてください。投票率、全国、ね、それぞれ特色はあるでしょうということなんですけれども、相対的に見て大体、6割には満たないと。国政選挙で6割超えることほぼないですよね。国政選挙で全体的に見て6割の投票率を超えますってことはほぼないと。どっちかって言ったら 50% 台前半とかっていうところが多々あるってことですね。これはひっくり返らんでって話なんですよ。これだけ低い話だったらやっぱり7割とか8割とかになったら当然これはもうひっくり返せる状況になるんですけど、ただ投票率上がればいいって話じゃないんですよね。これ下手したら地獄が深まる可能性もあるんですよ。とにかく選挙に行くようにという刷り込み、もしくは行かなかったら罰金取りますみたいな話になったり、そういうことになったとしたら無理やり行った者たちが何を書きますかって言ったら、テレビとかで一番出てる政党、刷り込まれてる政党に入れちゃうんですよ。ってなったら自民でしょ、維新でしょ、それ拡大するだけの投票に行こうなんて何の意味もないんですよ。はっきり言っちゃえば選挙に行こうっていう PR ってそれだけで終わってたら害悪でしかないと私は思ってるんです。じゃあ何かって言ったら、やっぱりどの政党がどういうことを言っててどういうような活動をしてきたかっていう話ですね。そこに対して、セットで、アプローチしていかなきゃいけないんだろうと。でそれに対して誰ができるんですかってことですけど、それはもう草の根でやるしかない、草の根でやるしかない、それ以上でも以下でもないです。令和新選組は草の根で4年で 8人の議員が生まれたっていうところですね。まだまだ小さいですけれども、ある意味ででもあの既得権益の中に8人のある意味でこの汚染されてない、票をですね、何かしらの宗教票だったりいろんなものではなくて社会が変わればいいと思って動いてくれた一人一人が横に広がって4年で8議席作れたっていう実績があるわけだから、みんなが本気になれば当然これは投票率を上げていくということに関しても中身を伴って少しずつ広げていくことも可能なんじゃないかなと思ってます。でこれをやるっていうのは、他にも多分キンキンでやばいもの出てくると思うんですね。これ憲法改正ですよね。憲法改正は事実上数だけで言えばもう自民党と維新と国民民主党でもう前に進んじゃいますから、これにブレーキかけるためにはその次の国民投票でブレーキかけなきゃダメなんですよ。国民投票でブレーキかけるって結構大変なんです。だってテレビは流し放題だから。それを考えたら多くの人たちがテレビによってメディアによって洗脳される状況がもうこれ事前から分かるわけですよ。でも草の根でそこを変えていこうと、なんとかブレーキ、かけていこうってことを先々もやっていかなきゃ、いけなくなると思うんで、これいろんなことに対してやっぱり草の根の輪作りをしていくしかないな、そう思ってます。グリーン水素をですね、電気分解ではなくして日本中どこにでもあるような鉱石を砕いてそこに水を入れることによって水素、グリーン水素ができるよう会社があります。山梨県の富士吉田市です。ぜひ見学してほしいと思います。ありがとうございます。鉱石を砕き水を入れることによって水素が生まれると、それが富士吉田にあるってことですね。ありがとうございます、情報提供。はい、ありがとうございます。次の方どうぞ。2回目もありがとうございます。
はい、国のオーナーである我々老若男女を、衰退させて国は一体何をしたいのか、太郎さんの見解をお聞かせください。はい、国がしたいことなんて何もないと思いますよ。目の前の金だけだと思います。目の前の金、目の前の身分、今だけでいいんですよ。今だけで、今だけがいいっていう社会が来たからこれだけの少子化になるわけですね。大阪万博1970年代から、これはもう少子化になるってこと分かってたのに、いまだに異次元の少子化対策みたいなこと言わなきゃいけないってことは考えてなかったってことですよ。見てなかったってこと。だから全然珍しいことでも何でもなくて、まあもう目の前のこと、目の前の金儲けどうしたらいいか、票を集めるのどうしたらいいかっていうことだけで回ってきた数十年だろうと。令和新選組、山本太郎には国家観がないからなみたいなこと、なんかネットとかで見たことあるんですけど、いやいや、国家観のない国にずっと生きている人たちが何言ってんだろうなって。逆に言ったら国家観を持って、政治に取り組んでいるっていう政治家の名前挙げてほしいわと思うんですよ。そんな者たちがいっぱいいるんだったらこんな国になってないはずなんですね。話戻ると何かっつったら、政治家たちが何考えてるかってことですけど、目の前の選挙で自分が勝てるか勝てないかってことだけ。そのために何をやるのがベストかって考えたときに、資本家たちから大きな金をもらったりとか票をもらったりとか、日常的にアシストしていくっていうことに汗を流した方が、選挙行くか行かないかわからないような一般市民に何かしらやり取りしたって、それ確実じゃないですもんね。組織だったりそういう人たちからまとまった票をもらえる、金もらえる、落選したときには就職先も紹介してもらえるみたいな人たちを大切にした方が自分の身分的に安定するわけですよ。ろくでもないですね。だからこそ何をやらなきゃいけないかって考えたら、みんなで政治家育てるしかないんですよ。みんなで政治家を育てるしかない。あの資本家たちが育ててきたようにみんなで育てて変えていくしかないっていう、非常に面倒くさいことだけでもやるしかないのかなっていうことですね。はい、防衛費増額にも反対で、アメリカの言うことも聞かないっていう状況で、国に有事があったときにどうやって国民の命を守るのか、山本先生のお考えをお聞きしたいです。ありがとうございます。逆に有事が起こるってどんなことが起こりそうですか？ウクライナのように、中国との関係が悪化したりしたら、なんか侵攻されてしまうとか、そういったことが悪化させないような外交をやってますかね？どうでしょう？やって悪化させない、悪化してしまった場合にウクライナになり得るっていう話だと思うんですけど、じゃあ逆に悪化させないような外交はされてますかねっていう話ですね。してないですよね。そこなんですよ。この国で行われてないことは何かさ、外交なんですよ。で、持参金付きの海外旅行は行くんですよ。でもそれ外交じゃないんです。海外旅行なんですよ。そういうことはいっぱいあるんだけれども、この国で外交が行われてないと言われることの一番分かりやすい例が北朝鮮なんですよ。第二次安倍政権以降100発以上のロケットミサイルが飛んできたっていう話なんですけど、けしからんって言いながら何やってるかって言ったら、中国経由で北朝鮮に文句言ってるだけなんです。それ外交って呼びますかね？逆に言ったら北朝鮮とちゃんと話しなきゃダメですよね。これどうしてそれやらないのって。で、中国ともそうですよ。これだけ間近っていうか目の前ですよ。どうしてトップで会談しないのよって、どうしてディープに話しないのって。アメリカ陣営にいてアメリカの私有馬に乗りながら緊張を煽って軍拡を進めていくっていう、やられたらどうするんだっていう話ばっかりなんですよ。ちょっと待てよと。やられる、やるの前に外交でちゃんと話つけてとかっていう、どうしてステップ踏まないのって。何もないじゃないかよって。そういう状態なんですよ。やるべきことは何かしたら平和外交なんです。平和外交やらなきゃどうにもならないんです。そんなもの向こうが話聞くわけないだろうって、やったこともないのにどうしてそんなことわかんのっていう話なんですね。どうして平和外交をしなきゃいけないのかっていうことには2つ理由があって、1つは経済的なことなんですよ。出してくれる？53兆ですね、これアジア中がやめろやめろっつってるんです。何をやめろっつってるかっつったら、アメリカと中国どっちにつきますかみたいなこと言わないでくれっつってるんです。アメリカと中国に
俺たちはどっちにもつかないぞって理由は何かって言ったら、戦争にならなくても緊張が高まるだけで人死ぬんですよ。例えばですけれども、日本と中国の間で2ヶ月間緊張が高まりました。何が起こりますかって言ったら、 1.4 兆円の部品が中国から入らなくなるんですよ。 1.4 兆円の部品が中国から入らなくなったら何が起こるかって言ったら、53兆円分の生産額が失われるんです。物作れなくなるんです。 1.4 兆円中国から物入ってこない、結果53兆円分の物が作れませんってことになったら、何が起こるかって言ったら、当然もうこの時点で会社倒産したりとか、仕事を失ったりとか、行き詰まった人命絶ったりとかするようなレベルなんですね。でこの53兆円で物が作れませんでしたってことは、その物を作った後に展開されていくようなマーケットありますよね。例えば輸送します、売りますみたいな、そこももう機能しなくなりますよ。ってなったら53兆円で済むはずないだろうってことなんです。つまり何かって言ったら、戦争にならなくても人死ぬ、緊張高まっただけでも人死ぬ、ミサイルいらないってこと、それが分かってるから、アメリカと中国の間で緊張高まったら誰が得しますか、アジアで誰もしないよなって分かってるんですよ。得するのは軍事企業だけなんです。軍事企業だけ、特にアメリカ、今ウクライナでやってること、武器だけ送ります、アメリカ人死にません。武器だけ送ってアメリカの軍事産業だけ儲かり続けます。だからアメリカからは停戦って言葉聞こえてこないんですよ。バイデン大統領が停戦って言ったことあるかって言ったらないでしょ。じゃあ G7 広島で何が話し合われましたかって言ったら、さらに武器を供与していきながらっていう話になってるんです。軍事会議ですよそれ。今何が起こってるかって言ったら、米中の緊張プラス対ロシアっていうところでも、このアジアをさらに火の手を拡大させようとしてるっていうふうに私見てるんですね。これ昔教科書に載ってたものと同じだと思います。左側コサック、これ火に当たってんの、火鉢に当たってんのロシア人で、これ栗焼いてるんです。その前に立たされてるのが日本人、後ろがイギリスでアメリカ人。なんて言ってるか、私たちのために家中の栗を拾え、コサックが全部食べちまうぞって。これずいぶん前の話ですよ。これもまさにこういう形を今作られていってる状況なんじゃないかなって私思ってるんですね。どうして NATO と日本が関係しなきゃいけない、北大西洋なんじゃないの、大西洋なんじゃないの、大西洋関係ある、私たち今どうして NATO や G7 というところと力合わせて、もちろん力合わせるっていうことに否定するわけじゃないけど、 G7 はまあ良しとしても、良しともしないな、でも NATO なんて特に遠い存在じゃないですか。どうして NATO の何かしら事務局を日本に置くんですか。どうして NATO で開かれるような会議を岸田総理が行くんですか。おかしいやん、そんな足並み揃えながらさらに戦火拡大していくっていうようなことに引き込まれたらダメなんですよ。引きずり込まれたら、日本は常に中立、侵略戦争に対してはけしからんと言いながら中立の立場を保ちながら、ロシアとも関係性はつながなきゃいけないし、中国ともしっかりとパイプ持たなきゃいけないし、一番は何かって言ったら日本の国益なんですよ。だから絶対に緊張を煽るようなことをやっちゃダメなんですね。でもそれやり続けてるんです。で特にやばいのが、今この軍事の拡大において43兆円の金突っ込んで何やろうとしてるかって言ったら、さっき言った通りアメリカから武器買うのみならず、国内でも開発製造、そしてこれを輸出販売ってなっていくと、これは使用ってとこまで行くんですよ。使うってとこまで行くんですよ。でそういうことやっちゃうと何が起こるかってこと、これからいこうか、ごめんね、すいませんね、ちょっと重要なことだったんで、ちょっと取り上げさせてもらいました。今日本製のもので長い距離飛ばせるミサイルみたいなものって100キロ程度なんですって。それを1000キロ超えて2000キロ3000キロにしようって話なんですよ。自分たちの国で開発しようぜってことらしいんです。でもそれやっちゃったらやばいんですよ。どうしてかって言ったら、周辺国が脅威に感じるからなんですよ。周辺国が脅威を持ったら何がまずいかって言ったら、次行ってもらえます。国連の憲法、旧敵国条項、
国連憲章の中にある旧敵国条項ってものを読んだら、今日本がやってることは国家の自殺の道を進んでるっていうことが理解できると思うんです。旧敵国条項って何ですか。戦争に負けた国々、旧敵国とされてますと。第二次世界大戦中、連合国の敵国であった旧敵国が侵略行為またはその兆候を見せた場合、安全保障理事会の許可なしに軍事的制裁を加えることができると。日本のこの重武装化、重武装ということを脅威に思われた段階で、安全保障理事会関係なく攻撃すること可能なんですよ。で、いつもごまかすんです、政府、外務省も。これはもう私文化してるんですと。要は文章、条文は残ってるけれど、これ事実上も死んでますからっていう言い訳をするんです。でも1995年に国連で確かに決議はなされたんです。もうこれちょっと実態と違うから、この国連憲章を改正していこうね、近い将来、近々のところでって言ってるんです。でも近い将来、近々って言ってるけど、そこから30年ぐらい経ってるんですよ。何が言いたいかってことですけど、これはある意味で国連の憲法、この国連憲章の旧敵国条項をこれ削除するっていう改正を行わない限りは、これ日本にとって脅威でしかないんですよ。それをやらなきゃダメなんです。ただしそれをやるためには常任理事国の賛成が必要になる。反対されちゃできないってことなんですね。この国々、中国、フランス、ロシア、イギリス、アメリカ、今の日本の43兆円ぶっ込んで、この後に国内で、射程距離の長いミサイルどんどん作っていきますっていう状況をロシアが受け入れるかってこと、中国が認めるかってこと、どう考えても無理でしょ。じゃあどうしなきゃいけないかってことはもうはっきりしてるんですよ。平和外交しかないんですよ。経済で日本が世界のトップを走っていたっていうぐらい、日本って本当は力ある国なんですよ。でも30年間食い潰されてきたんですね、政治と経済、経済界に。それを考えたら、これを生き吹き返させるような政策を打たなきゃダメなんですよ。さっき言ってるような消費税をやめたりとか、さまざまなことをやっていきながら、日本の経済の強さを高めていって、それを武器に平和外交していくっていうのが一番日本に合ったやり方だと私たちは思ってるんですね。こんな国内がもう力失って、7人に1人の子供が貧困で死にたい若者で溢れてるような国の中で、軍備だけがピカピカでつって、そんな国、強い国って言えるかって。生きてるだけの国ですよ、それ。それやって勝てるんかって、無理でしょ。使い物にならないですよ。逆に言ったら、よりみんなが弱っていくようなことにしかお金が使っていかれない。本来ならばみんなに対してお金が使われなきゃいけないようなものが軍事にばっかり投下されるような国で、さらに弱っていきますよ、みんな。だって人、金、物には上限というか、無限に使えるわけじゃないですよね。そのリソースを配分するっていう優先先を軍事に傾けちゃったらダメだってことなんですよね。なので私たちはまず日本の経済力っていうものを復活させなきゃいけない。日本の経済力を復活させるためには、一人一人の購買力、儲けを増やしていく、手元にお金使えるものを増やしていく、人間の尊厳を守れるような状態をまず作ることが何よりも必要であると。それこそが国内の安全保障なんです。国内の安全保障は30年これ事実上の放置プレー、逆に言ったら壊されてきたもの。外の敵がって言われてるけど、中どうなってるって。外の敵がって言ってるけど、外交なんてまともなことやってきてないやんって。騙されちゃダメなんですよ、踊らされちゃダメなんですよ。この状況をちゃんとみんなで見ていきながらブレーキかけていかなきゃいけないと、そう思ってます。ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっと重要な話だったんで長くなっちゃいました。はい、ちょっとぶっ飛んでますけど、兵庫県明石市、泉前市長ですねを令和新選組に引き込むなんていう、構想はいかがでしょうか。ありがとうございます。結構あの人リアリストですよ。リアリストってことは何かって言ったら、維新とは組めても令和とは組めないと思いますね。何かというと、やっぱり一番力のあるところで実行力があってっていうことを考えていった方が、自分たちの、やりたい政策が早く前に進むじゃないですか。
ある意味で令和と一緒にやるってことは、これから育てていかなきゃいけないっていうようなことっていうのは、多分リアリストとしてはそこを経由することはないんじゃないですかね。そう思います。戦後最大の超過死亡、去年のその主な原因はコロナワクチン薬害だと私は確信しています。山本代表はどう思われますか。ありがとうございます。それがワクチンかどうかということは、議論があるところだと思いますけれども、コロナであることは間違いないと思います。でそのような発表されてますね。コロナによる死亡というものと超過死亡という部分がちゃんと比例していっているというような、なんかあれは個人、いやあれは国からの見解じゃないか、ごめんなさい、ちょっとネットで見たときにそのようなことが出てたので、そこに、なんだろう、ワクチンというものが絡んでるかどうかってところには議論があると思います。というのはその因果関係というものに関してはやっぱりなかなかはっきりしないということですね。超過死亡ということに関してコロナでの死亡ということは、これは絡んでいることは間違いないだろうということだと思います。次の方どうぞ。すみません、こんばんは。1週間前に大阪でお会いしました。ありがとうございます。でちょっと2つになっちゃうんですけど、1つ、じゃあ福島の原発、それに対して気持ちとか理念、考えを教えてください。日本の中で最も脆弱な核施設が、福島の東電原発なんですよ。あのような状況でおそらくこの先数百年ちゃんと収束させるまでには時間かかるだろうと、そう思ってます。世界の英知集めてどうできるかってことを考えていかなきゃいけないんだろうと、そう思ってます。で、まあもちろん他にも脆弱なというものはあると思うんですね。例えばですけど東海の原発だったりとかあるとは思うんですけれども、まあ、あのような状態というか一番弱い形でそのまま残っている、でそれで水をかけながら冷やし続けてるっていうのは大きな地震が来た時には本当に心配だなっていう思いです。で原発っていうもの自体は申し訳ないんだけどこの国ではもう続けられないんですよ。もともとやっちゃいけないものに手を出してしまった。でもそうは言いながらも原発というエネルギーを使うことで、この国の貢献には発展していただいた部分というのはあると思うんですよ。やらなきゃいけないことは2つあって、原発はもう即時停止しなきゃいけない、即時これは廃炉にしていかなきゃいけない。どうしてか、大きな地震が必ず来るからってことなんですよね。皆さんご存知の通り、もう首都圏直下も来るし、南海トラフも来ると。で、でかさの規模でいうとこんな感じなんだ、被害額ですね、直接のっていうので見ると、首都圏直下だと東日本の3倍の被害が生まれるだろうと。阪神大震災の5倍、それが首都圏直下で、南海トラフ、これかなり広範ですよね、太平洋沿岸、東日本大震災の約10倍、阪神大震災の17倍、それに耐えられる原発あるわけないんですね。一箇所の事故で済むなんて保証ないんですよ。複数地域においての原発が事故る可能性が高いってことを考えなきゃいけないのは政治だと思ってます。じゃあどうするんですかってことですけど、やめるしかない。やめた時の代替は何なんだって考えたら、これは先ほども話したと思うんですけれど、これは今は火力なんですよ。つなぎとして火力使うしかないんです。 100% 自然エネ無理だから、つなぎとしての火力、天然ガスを使いながら両輪で自然エネルギーを広げていくってことをやらなきゃいけない。これが、この先の日本のエネルギー、バランス取りながらやっていくことだろうと。世界から期限切られてるんですよ。2050年までに、100% 自然エネルギーにしろと。だからその期限を目指していきながらやっていくべきことなんだろうと。ただしそこにはやらなきゃいけないことがあって、原発立地帯、それぞれの皆さんの、なんだろうな、原発を誘致して、そこで原発を回していってもらうことで、現地の人たちはその仕事っていうもの、それを仕事にされてきた人たち多いわけですね。何かっつったら、その仕事をやめてくれっていうんだから、それに代わる仕事っていうものをちゃんと国が保障しなきゃいけない。雇用を保障していくってことをやらなきゃいけないっていう。石炭の時代だってそうだったんですよね。山閉じるっていう時には、そこに対して山炭地に対してお金を出してきたと。でもそれはその、石炭っていう部分に関して、その企業、関連企業にお金が回るような状態になっちゃったと。それじゃまずいんですよ。やっぱりそこに生きている人たちに対してちゃんと仕事として、その先もその地域で、行われるようなこともセットでこれは渡していかなきゃいけないものだろうと思ってます。すいません。
日本の現状を知れば知るほどうんざりする気持ち、諦めたくなる気持ちになってしまうんですが、山本太郎さんはどうやってそのモチベーション、エネルギーを維持されているのかとても不思議で、その点をお願いします。2時間近く私のこんな話聞いてて、本当に皆さんお疲れ様です最後たまに言われるんですよね、希望を聞きたいって言われることあるんですけど、何言ってるんですかと、希望は皆さんじゃないですかってことなんですよね。だからその希望がなければ私やってませんよってことです。何が言いたいかってことですけど、これだけひどいことが山ほど降り注いでる社会の中で、どうしてこれをやろうと思えるかっつったら、だってこれチャンスあるゲームなんだもんってことなんです。絶対に勝てないゲームだったらもう参加してませんよ、バカらしくて。でそう思うんです。だってゲームチェンジャー皆さんなんだもん。この国のオーナーがその鍵握ってるわけですね、有権者ですよ。で 50% 近く票捨てててみたいな社会の中で、これ十分にひっくり返せる話なんですよ。だって2割ですよ、自民党支持してるの全有権者の2割だけ。その2割も取れない野党には問題があるとは思うんですけれども、でも考えてみたら、これ決して勝てないゲームではないんだってことです。そのベースが変わらない限りは、これだから選挙制度ってものが維持されている間はひっくり返せるってことです。もちろんその間にもいろんなマスコミの刷り込みとかいろんなものありますよ、いろいろありますよ。でもそうは言いながらも、やっぱり一番強い草の根でつながっていくしかないじゃないかって。だからそんなに、なんだろうな、私の口から出るあの話っていうのは本当になんかひどいことが多いですけど、でも私自身は絶望してないんですよ、諦めてないんです。だったらもうさっさとやめますね、時間もったいないじゃないですか家帰ってゆっくりしたいですね、どっちかっつったら。でもそうじゃないんですよね、やっぱりやっぱ変えられるっていうこの現実がある限りは、やっぱりそれはもう力尽くしてやりたいんですよ。でここまで地獄が極まるような社会作れたんだったら、その逆作れるんですよ、間違いなく。そんなわけないだろうって言いたい人いっぱいいるんですけど、でもここまでひどい社会作れてるんだったら、当然その真逆だって作れるんだぜって。それが国家権力だろってって考えたとしたら、その国家権力っていうものに対して、正しい国家権力の行使をしろっていうことを指示出せるのは、もうこの国のオーナーである皆さんしかいないわけだから、これ希望しかねえぜって思うんですよ。とは言いながらもね、どっか喋りに行ってリアクションがほとんどない会場もあるわけですよこのテンションで喋ってんだけど、みんなが結構ずっと浸透し続けてるっていうところには、こうそのなんだろうな、自分の中でもこうぐっと気持ち上げながら喋らなきゃいけない場面も出てくるんですよ。もちろん今皆さんのこと言ってるわけじゃないですよ、ここは結構あの温度高い方ですからでもまあいろいろあるじゃないですか、人前で何かね、こうあのあんまり発言できなかったりとか、人それぞれだから。でもまあ行くところ行くところで、あの珍しい生き物を見てやろうっていう気持ちもあるかもしれないけれども、大切な時間を削って、なんだろう、話に耳を傾けてくださる方がいらっしゃるってことは、これやれるんじゃないかって、これ毎日思うばかりなんですよね。はい、なのであのどうしてそんなに、このそのエネルギーどっから湧いてくるんだっていうのは、多分2つあって、3つあって、1つはもともとしつこい性格ってことですでもう一つは、もう一つは毎日のようにひどい話がいっぱい降り注いでくるっていう、ああもういっかもって思ってもまた話ができたらなんだってっつって、ここでまた立ち上がっちゃうわけですよね。でもう一つは何かっつったら、だってこれは変えられるゲームなんだっていう、この原則が変わらない限りは諦めませんよっていうことですね。だからそんなに大した話じゃないです。はい、あの希望はありますよっていうのは、希望が皆さんなんだからすごいことですよ。私に希望を与えてくれてるんですよ、皆さんがね。だからややこしいバックですね、これって。ある意味で私のバックは皆さんなので、だこれ宗教とかそういうものがあるわけじゃないでしょ。私のバックが、皆さんだっていうことで、こうなんだろう、こうやって時間を割いてまで来てくださって、いろんなことを話してくださるっていうこと自体が、もう毎日がこう希望に満ちていくということだと思います。ありがとうございます。どうやったら
まず友達に令和を理解して支持してもらえるようにできるかどうか、Facebook で、YouTube とかをシェアしても全然いいねがつきません、教えてください。それ教えられるようになったら私別の仕事やった方がいいかもしれないですね。たくさんいいねがつく方法皆さんお教えしましょうかみたいな、そんなんで全国回った方が人がもっと来るかもしれませんね。すいません、ありがとうございます。どうなんだろうな、やっぱりこう政治的なことに意思を表明するっていうのはものすごくハードル高いんですよ。だからあなたの投稿を見た人がその通りだと思ったからいいねするとは限らないわけですね。いいねしたいけどいいねはできないって人もいるし、全くいいねとは思ってないかもしれないけど、わかりませんね。そこは究極はわかんないってことです。究極はわからない。でもそうやってなんだろう、今社会こうなってんだよってことを何か伝えてくれるようなものっていうのがいろいろあった方がいいですよね。テレビだったりとか、こう限られたものだったり、少しちょっと隠されてたりとか方向性が違うかったり歪められてるような媒体だけじゃなくて、ネットの中にもいろんな意見があふれてるけれども、そうやってコツコツと投稿してくださるってことは、そこでいいねはつかないけれども見てくれてる人はいるかもしれない、そんな感じなんですかね。なんだろう、なかなかね難しいですね。なかなか難しい。なんかいい方法知ってる人います？こういう意見ありました。山本太郎とか令和新選組っていうキーワードは できる限り出さない方がいいって。できる限り出さない。で、自分が政治に対してものすごく、詳しい人だったりとか、人が言ってること結構正しいよねっていうポジションをまず獲得するんだと。そうであるならば、そこに令和も山本も関係ないんですね。で、満を持して、じゃあどこなのって言われた時に出すんだと、そういうことですね。というのはもう先入観だけでアウトみたいな、存在が多分令和かもしれません。ひょっとしたらうんうんって言ってる人はどういうことなんですか、ちょっと。うんうん言ってましたよ今。だからそういうことを考えると、山本太郎って出た段階で、なるほどアウトアウトみたいな、令和って言った時、ああなしなしなしみたいな、ある意味でちょっと、レッテルだったりとか、まあもう変わったやつらだな、いやその通りなんですよ、その通りなんだけれども、何かこうフィルターがかかってる可能性が高いっていうか、ちゃんと見てもらえてない可能性も高いっていう部分を考えると、いきなり令和、いきなり山本太郎っていうのはリスクが高いってことですね。じゃあどうするんですかって言った時、まずは自分自身が政治的な発言をするっていう立場で、人よく政治の話してるよね、言ってること意外と間違ってないからっていうような立場を獲得してからの、最終的に令和や山本が登場してくると非常にいいんではないかという話を聞いたことがあります。はい、追加はないよ。以上。ありがとうございます皆さん、本当にありがとうございます。というわけでですね、皆さんから、すいません、これだけ数十年壊されてきた国を、一夜にして変えるっていうのはなかなか難しい話で、やはり一定時間がかかると思います。で、一回政権交代が起こったからといって社会が変わるわけではない。それはもう皆さんこれまでの社会の中で経験してきたことですよね。何度も何度も政権交代を行いながら、社会がいい方向に向いていくようにみんなでやっていくしかないということだと思います。私たち令和新選組は今8人しかいないけれども、これを20人っていう、そこまで数をまず増やしたいんですよ。中規模政党になりたい。中規模政党になったら何が起こるかっつったら、まず野党の中でちゃんと扱われるようになるんですよ。今はどっちかっつったら無視したい、無視した上で懲罰まで提案されちゃうっていうのは今立場ですかね。私たちは野党からもそうじゃなくて、やっぱあいつらを絡めないと前に進めないなっていうところまでまず行かなきゃいけないんですね。中規模政党20議席になるまでまずは、走り続けるしかないと、そう思ってます。で、やりたいことは何かっつったら、政権交代するしかないんですよ。政権交代するためには強い野党を作らなきゃダメなんですよ。今の野党が塊になっただけだったら、私は政権交代してもあんまり意味ないなと思ってます。経済政策も弱いし、で塊になっただけじゃ勝てない、おそらく。
だって増税を宣言してでも自民党勝ってるんですよ、ここ数年の間。自民党が悪いのは分かってるけど、野党も頼んないっていうことはもうはっきりみんなの中にもう刷り込まれてるんですよ。だから戦わなきゃダメなんですよ、余計に野党は。徹底的にあいつら悪いの分かってるけれども、お前らだったら何ができるんだっていうビジョンを見せながら、みんなのためにちゃんと戦うっていう姿を見せていくことの積み重ねで、私は あいつらちょっと一回やらせてみようや、あんなに言ってるんだったらっていうようなところをやっぱり体張ってやっていくしかないんだと。国会なんですから、言論の府なんですから、議論からでしょうみたいな話だけど、議論して何か変わったのかって、議論は必要。その法律にあるとんでもないことをあぶり出すことは必要。でもそれ時間切れでそのまま無理やり通されてきて、国ここまで壊されてますよって。だったらもう徹底的に気合い入れて根性入れるしかないんすよ、野党がね。まずはそういう喧嘩上等の野党を作るために、私たち令和新選組が数を増やす、中規模になっていくってことが何よりも重要だろうと思ってます。で、国を変えるには一瞬では無理、一定の時間がかかる。この一定の時間がかかってる中でも、どうかあなたの地元を守っていただきたいんですよ。あなたの地元を守っていただきたい。今回ですね、この福島から私たち令和新選組の看板を背負って勇気を持って立候補を決めてくださった方がいらっしゃいます。立候補予定者として、ぜひですね、石井和幸に皆さんにぜひ挨拶していただきたいと思います。上の方どうぞ、ぜひ上がってください。石井和幸です。皆さん、本日お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまご紹介預かりました石井和幸と申します。私は34歳で3人の子育てをしております。一応福島市政策委員と言いながら、令和新選組と出会うまではこの政治に対して全く関心のない生き方をしてきました。ですので、これは福島市政も同じだと思いますので、それをより身近にしていくために、いろんな人を、たくさんの人を巻き込んでいきたいと思います。どうぞご注目ください。本日はありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。石井和幸でございます。ありがとうございます。ぜひですね、皆さんにも、一人でも多くの方々にですね、この石井さんの人柄みたいなものを周りに伝えていただきたいと、そう思っています。何かあるんかな。緊急募集という紙が回ってきました。ありがとうございます。7月の2日日曜日、501箇所の掲示板ポスターを貼るという作業があって、ぜひお手伝いいただける方、お力を貸していただきたいと。7月の2日に集まっていただくということもあるんですけれども、その事前の準備お手伝いいただけます。ぜひお力を貸していただきたいと思います。6月26日月曜日って、これ明日ですか。そうですね、ありがとうございます。明日の午前11時、もしもお時間ある方ですね、石井和幸作業場までお集まりいただきたいということですね。で、これお帰りの際に皆さんにお配りするんですか。もうこれからこのメモですね、明日月曜日の11時から12時までのお時間、もしも許す方いらっしゃったらいただけませんか、お時間を、ということと、もう一つは7月の2日、7月2日の500箇所を超える、ポスター掲示板にポスターを貼る作業、どうかお力を貸してくださいませんかということの連絡先や住所みたいなものですね、それが書かれた紙を後ほどお帰りの際に皆さんにお配りをするということですので、ぜひこちらの赤紙を皆さん持って帰っていただきたいということですね。ありがとうございます。はい。で、当日、この今言ったような日にちは動けないんだけれども、他の日だったら手伝えるよ、そういう方いらっしゃってもぜひ結構ですので、この紙をぜひお持ちいただいてお帰りいただければと、そのように思います。でね、お願いがあるんです。こちらの封筒をぜひお持ち帰りいただきたいんです。わかるでしょ、政治家が封筒を渡して受け取ってくれって言ったらあれしかないじゃないですか。現金ではございません。すいません、ちょっとね、ちょっと期待した人もいるかもしれません。すいません、不謹慎でした。現金は入っておりません。自民党みたいなことはできませんので、この封筒をお持ち帰りいただきたい。なぜならば、この中にですね、はがきが入ってるんですよ。で、この封筒の中に入っているはがきは公選はがきと呼ばれるもので、これは全ての政党が使っているものなんです。選挙のルールで OK とされているものの、
で、何かと申しますと、この、あなたのために全力疾走、石井和幸と書かれた表、裏返すと、宛先、宛名が書かれておりません。福島市内にお住まいのあなたのお友達をご紹介くださいという代物でございます。これすべての政党が使っているものです。ぜひ、あなたのお友達、あなたという存在から横に1人2人3人と広げていくという非常に重要なツールとなっております。で、お願いがあります。宛名宛先を書かれた方は一番下の欄に一言メッセージの欄があるんですよ。一言メッセージ、ぜひここにメッセージ書いていただきたいんです。お元気ですかみたいなこと。どうしてかっていうと、このまま届くとなんだこれって誰だよみたいな話になっちゃうんで、あなたからの一言メッセージがあると、あ、何々さんからかということが分かるってことです。はい、得体の知れない怪しいものから送られてきたものではないということが、あなたの一言メッセージ、お名前書いていただくと、それがクリアになるってことでございます。話戻りますと、この封筒ぜひお持ち帰りいただきたい。中にはハガキが入っている5枚でございます。1人しか友達がいない人、問題ないです。このまま持って帰ってください。20人いますよって方、複数お持ち帰りください。裏をめくると宛名宛先は空欄。ぜひあなたの福島市のお友達を紹介していただきたい。そして書かれた後はですね、このままポスト投函されますと、これ無効になってしまうんです。非常に厳しいルールです。書いていただいたハガキは必ずこの封筒に戻していただく。封筒に戻した上で封筒ごとポスト投函をしていただく。ややこしいでしょ。めんどくさいですね。私も説明しててものすごくめんどくさいんです。すいませんで、よく分かんなかったって方大丈夫です。中に説明する紙が入っておりますので、ぜひお持ち帰りください。この封筒が、このハガキがどれだけ集まったかということが結構大きく左右しますので、ぜひ、心ある人を一人でも福島の市議会に送っていただきたいということで、石井和幸のこの封筒を、現金は入っておりませんが、真心が入ったこの封筒をですね、皆さんにお持ち帰りをいただき、そして一人でも多くご紹介いただけると助かりますということでございました。帰り際、これ石井さんの方から直接渡すってことでいいですか。ありがとうございます。時間的にはどうだろうか。いける。じゃあ、ですね、この後ですね、山本太郎と石井さんの間に挟まって写真を撮っていただける方いらっしゃったら撮って帰ってください。ただし超高速になります。超高速で写真を撮っていく。さっき手挙げてたのに当ててくれなかったでしょうとか言う人、それ困ります。もう超高速なのでそれは対応できません。申し訳ございません。なので党のホームページなどから、何かしら、アクセスいただければというふうに思います。この後写真を撮ってまいります。で、その前にインフォメーション、ぜひあなたのお家の壁にこちらのポスター貼っていただけないでしょうか。テレビ新聞から嫌われている私たち、ぜひですね、あなたのお家の壁に貼っていただけたらと。で、今私党のポスター持ってますけれども、はい、ありがとうございます。こっち来て、二連の方、そっち重要やからありがとう。このポスターどうですか。イケメン2人、あ、違うか、すいません、そういう煽りいらないですね、申し訳ないです。ぜひですね、このポスターの方をですね、お持ち帰りいただいて。あ、なるほど。と、なんでかって言ったら、ポスター掲示板ってあるじゃないですか、いっぱい貼られてんの。あの中から1人だけ浮かび上がるみたいなことなかなかないんですね。なので事前にこのような形で、石井さんってこういう人なんだっていうのが分かるような、ポスターになっておりますので、ぜひ、1枚でも多く貼っていただけると助かります。ありがとうございます。はい、すいません、ということでございました。で、当のポスターもございますので、マンションアパートでも問題ございません。窓の内側から外側に向けて貼っていただければ、壁に貼っているのと同じことになりますので、ぜひ合わせて持って帰っていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。で、福島からぜひあなたも一緒に立候補していただけないでしょうか。衆議院選挙、候補者募集しております。そして、全国的に、選挙っていうのはポツポツと現れるものですから、地方自治体の選挙ってものもございます。国政でやるもよし、地方自治体でやるもよし、ぜひあなたのお力を貸してくださいと。一歩前に踏み出て令和新選組とやっていきませんか。そういうお知らせでございます。令和新選組のホームページ、そちらにバナーがございます。そこをクリックしていただくと公募に応募できるようになってます。
公募に応募するほどテンション上がってませんけど問題ございません。そのような気持ちも自由記載に書いていただけますと、そこまで出たいという気持ちが高まってないんだけれども興味があるというふうに受け止めて、やり取りをさせていただきますので、どうぞ、公募に応募していただければとそのように思います。で、最後にこれです。令和フレンズ、そして令和オーナーズってものがあります。つまりは何か、直接的につながっていただきたいんですね。テレビ新聞で令和新選組あまり取り上げられない、だから何やってるかわからない、そんな方多いんです。だからぜひつながらせてください。こちらから必要ある時には皆さんにインフォメーションいたしますってことです。令和フレンズ、これ登録だけで結構です。お金かかりません。そしてあちら側、令和オーナーズ、その名前の通り令和のオーナーになっていただけないですかという代物でございます。オーナーになっていただける方有償で、そしてフレンズ、お友達になっていただける方無償で、どちらでも結構です。無償のフレンズに登録していただけるだけでも十分です。皆さんの中でフレンズの方いらっしゃいますか。すでに、ありがとうございます、ありがとうございます。オーナーの方はお世話になっております、ありがとうございます。どちらでもない方は、どちらでもね、見つけたよ、見つけましたよ、皆さんありがとうございます。今日ですね、せっかくこうやって直接出会いましたので、ぜひ登録の方よろしくお願いします。つながっていきましょう。次福島に来ますよとかですね、東北で何かやりますっていう時にも、またお声掛けいたしますので。でもそんなんしょっちゅう何か来たらめんどくさいやんかっていう人いるんですけど、そこまで豆ではございません。そこまで手が回っておりませんので、なかなか来ないねっていうような代物になっているのを申し訳なく思っております。なのでぜひご安心した上で登録をしていただければというふうに思っております。というわけで、この後写真撮っていきますけれども、先頭はどこにしましょうか。後ろ振り返っていただけたらですね、手を挙げているものがありますけれども、もうおしゃべり会終わってんのに質問したい男ではございません。すいませんね、うちのスタッフです、すいません。あの人の前に立っていただいた方から順番に写真をこの後撮っていきますということをやりたいと思います。で、もうすぐ帰らなきゃいけないんだ、写真なんて撮ってる暇ないって方どれぐらいいらっしゃいますか。いいんですよ、もうすぐ帰らなきゃいけないんだって方手を挙げていただいて、ありがとうございます。何を確認したいかって言ったら、石井さんの封筒を渡しに行きたいんですね。すいません、今数名の方が手を挙げられましたので、あちらの出口でお待ちしておりますので、ぜひ石井さんの封筒だけお持ち帰りいただければと思います。というわけで、長時間にわたってマイク握らせていただきました。すいませんね、十分な答弁ではなかったと思いますし、至らないところが多かったと思いますけれども、ぜひ皆さんの 4年で8議席作ったという力、この力をさらに最大化して、国会の中で最も面倒くさいやつらを増幅させていくというこの計画、前に進めていきたいと思います。本当にいつもありがとうございます。本当に今日は長時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。